はい、どうも、オリオンです。はい、今回の雑学はこちら。鶏が卵を温めるとき、誤って卵を潰すことはないのか。鶏が卵を抱いているところを想像すると、体の重みで卵を押しつぶしてしまわないかと心配になりますよね。本当のところどうなんでしょう。これ結論から言いますと、そんな心配はないんです。鶏は卵の上に直に座っているわけではないからです。鶏は体重のほとんどを足で支え、人間で言えば中腰のような姿勢で卵を温めているんです。卵にずしんと乗っかってるわけじゃないんですね。鶏がいますよね。そしてこれ卵なんですけど、鶏がここでこう、そう、空いてる足で支えてるんですよ。なので卵が潰れることはないんです。はい。